昨年12月、吉祥寺にできた新たな空間。エスカレーターを降りた先には何があるのでしょうか。青い洞窟、並んだカラフルな椅子、不思議な形をした照明、絵や写真も展示されています。ここは受付でしょうか。皆さんはどのような場所だと想像しますか。実はここ映画館なのです。ミニシアターのシネコン、アップリンク吉祥寺が華々しくオープンしました。吉祥寺駅前、住みたい街としても知られているここ吉祥寺は、休日には買い物客や井の頭公園を利用する子ども連れでとてもにぎわっています。そんなにぎやかな街とは裏腹、少し路地に入るとそこには住宅地が広がっています。近くには大学や高校もあり、学生からお年寄りまでさまざまな年齢層の人が生活をしている街です。1950年代、星印のところには映画館が存在していました。数えられるだけでその数は7つ。しかし現在残っているのはたった2つしかありません。当時の吉祥寺には街のあちこちに映画のポスターや広告が飾られており、映画が街の娯楽だったことがうかがえます。しかしそんな映画館は都市開発やシネコンの登場により姿を消していってしまったのです。自分の生活が豊かになるんじゃないかなっていう思いを込めて、なんかそういうふうに映画館が街を面白くするっていうふうに言いました。そう語るのは、吉祥寺を映画で再び盛り上げようとするアップリンク代表の浅井さん。映画館アップリンク、渋谷に1号店を持つこの映画館の2号店が2018年12月14日、映画を見る体験を特別なものにするというコンセプトのもと、吉祥寺にやってきました。どこに行っても、まあ、基本は映画を見るだけなんで変わりはないけど、いやいや、せっかくアップリンクで作るんだったら、ちょっとユニークな映画館に作りたいと思って、5つのスクリーンにそれぞれ椅子に合わせたコンセプトを作って、5つの空間はそれぞれデザインコンセプトに合わせ、椅子や壁、照明にこだわりを見せています。青、オレンジ、黒を基調としたポップ、イーリー岸本というブランドがデザインした壁紙を使用しています。椅子と照明を赤であしらったレッド、ストライプ柄の椅子と床、約30席の一番小さなスクリーンです。椅子の背もたれや壁に木を使ったウッド、7色の椅子が並ぶレインボー、低く設定された椅子でゆっくりと映画を楽しむことができます。このようにすべての空間にこだわって5年にわたり準備を進めてきたアップリンク吉祥寺、待ちわびていたオープン初日を迎えた喜びの声をアップリンク広報担当の浅野さんに聞いてみました。吉祥寺らしいお客様にお越しいただけたという印象です。今日金曜日でにオープン初日を迎えたんですけれども、きっとこの街に住んでいらっしゃる方で映画館が新しくオープンすることをすごく楽しみにして来ましたという方もいらっしゃって、ご高齢の方も年齢層もすごく幅広くて、こう映画館が新しくオープンすることに対する期待っていうのはこう年齢とか問わないんだなっていうことも思いましたし、当劇場いろんな方にお楽しみいただけるような、今日だとアニメーションとかドキュメンタリー映画は午前中やってたりとか、ドラマの映画もやってたんですけれども、本当にいろんな世代の方にお楽しみいただける
映画館でもありますし、そういう方に来ていただけたなというふうに感じております。吉祥寺のバウスシアターのようなミニシアターと呼ばれる小さい映画館が少なくなっていく現代、そんな中で吉祥寺に新たに作られたアップリンクという小さくも魅力的な空間、そんな映画館は吉祥寺に何をもたらすのでしょうか。なんかじゃあそこに、映画という文化が根付くのかって言ったらすごくちょっと未知数だよね。世界のなんか様々な価値観を持った映画を上映するチャンスは僕らが作るので、なんかそれをぜひ見に来てほしいなとは思います。なんかそうなった時に初めて吉祥寺になんか文化が、まあ、映画の文化がもうちょっと濃くなるような気はするけど。近年映画を見る手段が多様化しました。そのような時代だからこそ映画館は存在意義を問われています。大きなスクリーンに映像を映す、それだけではない他の何か、それは非日常的な空間を演出すること、そして映画を愛する気持ちを共有できる空間にすること、それをアップリンクは吉祥寺という街で挑戦しようとしています。バウスシアターをはじめとした映画館が今では失われてしまいましたが、アップリンクの挑戦を機に再び映画館がこの街と人々を盛り上げてくれるのではないでしょうか。これからこの街とどのように成長をしていくのか楽しみです。あ、あゆみ。あ、はるな。あ、あすな。か、かずや。あはか。吉祥寺猫祭り。秋に行われるこのお祭りを知っていますか？今年で10年となる猫をキーワードとした地域密着型のイベントです。雑貨、飲食店のみならず、ユニクロ、アトレ吉祥寺や映画館など40を超える店舗が参加しています。わあ、猫がいっぱい。毎年10月、吉祥寺の街には猫があふれます。なぜ吉祥寺に猫なんでしょうか。2009年にハモニカ横丁で行われていた横丁ギャラリーで猫のイラストや雑貨を販売する企画展がありました。この企画展にやってきた当時の武蔵野地域猫の会会長が一緒にチャリティーイベントをやろうと言ったのがきっかけとなり、翌2010年から吉祥寺猫祭りがスタートしました。吉祥寺になぜ猫文化が作られたのか、吉祥寺猫祭り実行委員会のあすまさんにお聞きしました。猫を題材にした映画、例えばグーグーだって猫であるとか、まあ、漫画とか小説も吉祥寺が舞台の猫がテーマのものっていうのが結構あるので、まあ、それで定着してるっていうのはあるんじゃないかと思います。吉祥寺猫祭りだけでなく、吉祥寺の街には猫カフェや猫グッズ専門の雑貨屋さんが多く存在しています。吉祥寺と猫ブーム、吉祥寺北口には路地裏猫雑貨マルルゾロがあります。今年6年目を迎えるこのお店は、いろいろな作家さんが作った猫グッズが所狭しと並んでいます。このお店も吉祥寺猫祭りに参加しています。そのつながりから武蔵野地域猫の会の募金箱を設置しています。武蔵野地域猫の会とは、人と猫が快適に共生できるまちづくりを目指している団体です。その活動の一つに飼い主のいない猫たちの譲渡会があります。こちらは武蔵野市役所の北側にある
武蔵野クリーンセンターです。武蔵野市各所で月に一度開催されています。武蔵野市内で保護された猫が里親に引き取られていきます。武蔵野地域猫の会が譲渡会を始めたのは2012年です。それ以来毎年およそ200匹の猫が引き取られていきました。武蔵野地域猫の会が発足したきっかけは、かつて猫に関する苦情が武蔵野市に多く寄せられていたことでした。空き家で3年連続子猫が生まれている、自宅周辺に猫が生まれ数が増加し縁側や庭を汚されて困っている、これらは武蔵野市環境政策課に寄せられた猫に関する相談です。猫は法律上愛玩動物という位置づけがされており、野良猫というのはいないのです。猫は人間が世話をしなければいけない生き物なのです。武蔵野市では町で見かける猫のことを地域猫と呼んでいます。武蔵野地域猫の会の会長西村さんにお話をお聞きしました。吉祥寺は今、吉祥寺猫祭りもあったり、猫の町というふうに認識が世の中的にあると思うんですけれども、10年とか20年前は本当に街中にたくさん猫がいたんですね。武蔵野地域猫の会は猫を保護するシェルターを持っているわけではありません。譲渡会の猫たちは武蔵野地域猫の会の方々が一時保護として扱っているのです。最近の猫ブームについてどう思うのか西村さんにお聞きしました。今の猫ブームについては、私たち猫のボランティアをやっている者にとってはちょっとやっぱり警戒しなければいけないなっていうところがあるんですね。譲渡会にもやっぱり猫ブームで人がたくさん来るようになりました。テレビで可愛い猫を見て欲しいなと思って譲渡会に来る人もたくさん増えました。猫を飼うっていうことは、一つの命を、迎えるっていうことであって、家族が一人増えるっていうことなんですね。例えば猫を飼うと嫌なところはテレビでは言われないわけですよね。なのでそのふわふわしていて癒されて可愛いっていう部分しかやはりテレビには出にくいので、猫を飼ったらこんなのを持ってるのと違ったっていうふうにおっしゃる方も多いので、そういう意味では、猫ブームっていうのはちょっとありがたくない部分もあるのかなというふうに思います。それから吉祥寺っていうのは作家さんですとか漫画家さんですとか、そういうクリエイティブな方がよく住んでいる町だったんですね。なのでそういう方たちが身近にいる猫たちをモチーフにして作品を作ったりっていうことが多分多かったと思うの で、その中で猫のお店がたくさん増えまして、でその猫のお店を盛り上げようっていうところで吉祥寺猫祭りっていうのが最初に立ち上がったというふうに聞いてます。吉祥寺駅北側ダイヤ街にある猫カフェキャリコです。ここでは10匹以上の猫たちと自由に触れ合えます。こちらでは猫に対して丁寧な扱いを心がけているということをスタッフの松本さんからお聞きしました。こう猫たちにストレスがかからないように、かつ幸せにこう過ごしてもらうっていうので、私たちスタッフとしてはこうお客様と猫たちの間の架け橋じゃないですけど、ちょっと手助けしてこうどちらも楽しい空間に、幸せな空間になれればなっていうので考えてやってます。最後に吉祥寺猫祭り実行委員アスマさんにも現在の猫ブームについてお聞きしました。メディアでいろいろ猫にまつわるものが取り上げられて、皆さん可愛いというだけで軽く考えて飼ってしまう、猫を飼ってしまう方もいると思うんですけど、それこそやっぱり責任を持って飼うならしっかり飼ってもらいたいですし、ブームだけで終わらせて野良猫になっちゃうというのは一番かわいそうなんで、そこは責任を持って皆さん飼っていただきたいなとは思います。これまで見てきたように吉祥寺と猫のつながりは強いものでした。猫ブームで猫を一時的にもてはやすのではなく、一つの命だという認識を持たなければならないことを強く考えさせられました。吉祥寺という町で猫にとっての幸せを考える視点がもっと身近になってほしいですね。
覧ください。どうぞ。皆さんは吉祥寺音楽祭をご存知でしょうか。吉祥寺音楽祭とは毎年ゴールデンウィークに開催される音楽イベントです。吉祥寺音楽祭は1986年にスタート、文化芸術都市また音楽の街として知られる吉祥寺の活性化を目的として始まりました。1990年に開催された第5回からジャズをメインにするようになりました。その後第17回の2002年よりリニューアルされ、吉音コンテスト、スーパーステージ、公演コンサート、ジャズコンサートを4つの主な軸として開催することになりました。お年寄りから子どもまで多くの年代に親しまれている吉祥寺音楽祭の舞台裏に迫っていきましょう。吉祥寺ウェルカムキャンペーン2018に携わっている桜井正義さんにお話を伺いました。吉祥寺音楽祭の広報委員長も務められています。34年前にですね、吉祥寺の当時の、若い世代の方たちが文化になるイベントを、作ろうということで、企画されたのがこの吉祥寺音楽祭です。次にアーケード管理部長でいらっしゃる三木浩平さんにお話を伺いました。三木さんは来年度の吉祥寺音楽祭の実行委員長を務められます。吉音コンテストっていう企画がありまして、全国からミュージシャンを集めてコンテストをやるんですけど、まあ、その優勝者の方とかが、最終日のスーパーステージに出演できるという、まあ、音楽祭を通じて、ミュージシャンを育てていくみたいな、そういう側面があります。吉祥寺音楽祭に実際に出演されている持田博嗣さんにお話を伺ってみましょう。アーティスト側から見る吉祥寺音楽祭は一体どのようなものなのでしょうか。吉祥寺音楽祭のすごく大きい音楽祭なんで、関わってる方もたくさんいらっしゃいますから、本当にそれぞれだと思うんですよ。で、まあ、僕は10年以上関わらせていただいてるし、でその中でいろんな物語がこう生まれている状況 で本当にそのそれぞれのミュージシャンはそれぞれの思いで音楽祭に関わっていらっしゃると思います。例えばこれとかもちょっと持ってきたんやけど、これ音楽祭でこれはねもう自主的に作らはったんですけど、このその時の出演者の人の名前、スタッフとかもそういうのを作った人がいるの。これはもう個人的に作ったんですよ、その方がね。うん、でこういうことをしてくださる方もいるし、まあ一出演者として出る方もいるし、その商店会の中で、まあ実行委員として関わってるらっしゃる方もいるし、まあ僕の立場としてはそのミュージシャンとして楽しくね関わらせてもらってます。川名明さんはご自身も音楽活動をなさっており、吉祥寺音楽祭に約17年という長い年月携わっていらっしゃいます。長年の川名さんの経験から貴重なお話を伺うことができました。この町は、1970年代頃からいろいろフォークソングの、ブームの中で、当時の重鎮の方たちが、かなりこの町に住んでらして、この町で日本のフォークソングのベースみたいなものができたわけですね。まあ、その前にもジャズとかいくつかその、ライブハウスがあったりして、音楽文化度の高い土壌があったと思います。日常かなりこう至る所でその音楽が聴けるというか、ライブハウスもあり楽器屋さんも近くにありということで、大変その音楽ファン、それからミュージシャンにとっても、近しい街だと思いますね。新しいスタイルが2003年、2年からですかね、そういう私がさっき申し上げましたように、
作りまして、だん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 その一般の方の参加度、例えばコンテストも100組から200組の応募があったり、相当遠方からも応募があったりするんですね。ですからそういう意味でもまずその何て言うんですかね、音楽祭が徐々にアピールができてきたなっていうのもあります。でその音楽祭自体が内容的に充実してきたっていうことを含めまして、町へ対するもう影響というか、若者に対するその距離感っていうのはかなり近づいてきたんじゃないかと思います。まあ、34年の歴史の中で培ってきたもの、それからその中でもうお子さんが大人になって、また新たに新しい家族生まれて音楽祭に来てくれるということもありますので、まあ本当にその地元に密着した音楽祭になってきつつあると思います。それでは最後に来年度への意気込みを伺ってみましょう。まあ、吉祥寺と音楽っていうのは切っても切れない、切り離せない、まあつながりのあるものなので、まあ吉祥寺の魅力を高めるためにも音楽の力を借りて皆さんの関心を引けるように頑張っていきたいと思ってます。現在34回目なので、34年の歴史をですね、このまま引き継いで、100年続く音楽祭になるようにバトンを渡していきたいなと思ってます。地域の人々に広く愛される吉祥寺音楽祭、ここには強い情熱を持った実行委員の方々の姿がありました。長年携わっている方、アーティストの方、実行委員長として多くの人をまとめ引っ張り作り上げてくださっている方、一人一人の方の努力がこの吉祥寺音楽祭の根源にあるのではないでしょうか。今年の5月に吉祥寺音楽祭は第34回目を迎えます。吉祥寺の音楽文化の発展を支える音楽祭が今後も町と文化の架け橋として続いていくことでしょう。